今から日本に向かいます。朝7時45分。いやいやって気持ちは高いんだけどさ。朝早い。ちょっと今小雨降ってて雲が山の下にかかってる。こんな感じで幻想的。バーチャーズストレート空港に到着。まず私と荷物が降りて、本今駐車場に車止めて、その後チェックインします。もう今回荷物マックス、これ2個私が預けて、これ2個本人が預けて、とこれと今カートに乗り切れなかったから本人が車降りる時にもう1個これ持ってくる。日本行くと最近は荷物が多いから、なんか服とか持っていくのがもったいなくて、服とかは全部買う予定で何も持ってこなくて、靴下とあと部屋着のズボンだけ、それ以外は全部日本で買おうと思って、下着も全部インターネットで注文したし、服も最初の 2,3 日分ぐらいホテルに注文して届けて、あとまあ現地で買おうかなって感じです。今チェックインが終わって荷物を置く。23キロ、いいね、ぴったり。32.4、うん、それもぴったりというか。今無事にセキュリティ通過。そうね、うん、ラウンジに来た。初ラウンジこんな感じなんだね。ちょっと本人は今日ラウンジ入れないから私だけ来た。Right. Here we are, my family is building your brand new. Thank you for helping us your travel with us safe, comfortable, and on time. In the next day, travel that Canada, Montreal, Saganyo, for the first few months. Absolutely. And the Korean that is Please, their friend is looking for Yamamoto Kairi and Yamamoto Kazunori. Yamamoto Kazunori. 消費の人が作ったやつみたいな。会いたかったよ。うん、待ってたよ。待ってさ。あ、しんどい。しんどい。寝れた？でもそのトイレにさ、もう15分とか20分ごとに行ってさ、すっごい忙しくて全然寝れなかった私も。Welcome to Japan。私が好きな「おかえりなさい」っていうマークがなくなってた。これ今バスチケット買って今からバスで横浜に向かいます。